皆さんこんにちは、チャッキーでーす。はい、今回はですね、春巻きの皮って冷蔵庫の端っこの方に余ってませんか？この春巻きの皮が1枚でも余ってたら簡単で美味しくてね、めちゃくちゃおつまみやおやつにおすすめのチーズベーコンポテトパイ風のね、表面はサックサクで中からとろっとね、チーズとジャガイモが流れ出てくる、めちゃくちゃ絶品でうまい一品作れますんで、ほんとこれ一回作ってみてください。マジでね、表面のサクサク感と中のトロトロ感がね、見事に融合してむちゃくちゃ美味しいからおすすめです。それでは一緒に作りましょう。チャンネル登録お願いします。それでは材料から紹介させていただきます。はい、こちらは春巻きの皮。今回はね、この春巻きの皮が余った時にぜひ試してほしいんでね、1枚だけ使って作ります。こちら、あのセブンイレブンさんで売ってるベーコンポテトサラダ1パック。もちろんね、ご自身で作ったポテトサラダとか他のとこ飲んでも構いません。とろけるスライスチーズ2枚、卵1つ。材料は以上です。はい、まずはこちらの卵ちゃん、溶き卵にしちゃいます。小さなボウルや器なんかに割り入れて、はい、しっかり混ぜ合わせてね、溶き卵を作ってください。はいよー、溶き卵 OK。 はい、こちら春巻きの皮1枚剥がしていただいたら、さっきの溶き卵を軽くね、春巻きの皮のこの表面に塗っちゃってください。軽くで大丈夫です。よー、そうしましたら、ここへとろけるスライスチーズですね。はい、2枚置きます。軽く卵を塗っとくことでね、水分を保ってパリパリにならないんで、先に塗ってください。はい、こんな感じでチーズも乗せちゃいます。はい、そうしましたら、ここで登場するのはこのベーコンポテトサラダ。はい、このコンビニのベーコンポテトサラダね、もう適当で OK なんで、はい、ちょっとね、広げるように乗しちゃってください。あー、うまそう。もうこれだけ食べても絶対うまいねんけどな。これをトースターで焼くとむちゃくちゃうまいんすよ。はい、そしたらまあ軽くね、お箸やスプーンなんかを使って全体的に伸ばしてください。もう適当で OK です。はい、この状態でね、くるっと巻き込んで筒状にしちゃいます。はい、もうこれだけ、くるくるっと。はい、これで OK。 あとはこれをオーブントースターで香ばしくなるまで、だいたい5分から8分ぐらいかけてじっくり焼いていきます。はい、こちらね、トースター用の鉄板にクッキングシート引いていただいて乗っけてください。はい、そしたらね、さらに表面にこの溶き卵ちょっと塗っといてください。こうすることでパリッと香ばしく焼けちゃうんで、よー。いや、今回はね、ちょっと1本だけしか作らないんで、溶き卵の方余っちゃいますけど、まあ、3本か4本一緒に作れば全部使い切れますんでね。はい、これで準備完了。あとはこのままトースターで焼くだけ。はい、トースターにセット。だいたい5分から8分ね、表面に香ばしい焼き色がついて、パリッとしたら OK です。じっくり焼いてください。はいよー、今だいたいね、6分7分経ちました。見てください、隙間からチーズも流れ出てきて、うわー、むちゃくちゃうまそう。ほら、香ばしい焼き色もついて、はーい、こんな感じになったら盛り付けちゃいましょう。はいよー、完成。めちゃくちゃ香ばしくてうまそう。まあ、お好みで上にね、乾燥パセリとか胡椒なんかかけてもいいと思いますが、今回はこのままいきます。もうクッキングシート引いて焼いてるんで、スルッと外れちゃいますしね。これ春巻きの皮余ったらぜひやってみてください。めちゃくちゃうまいです。それでは、
ヒュームポーチいただきます。うん、あっちょっと大きいけどかぶりついちゃった。めちゃくちゃうまい。もう表面の春巻きの皮がサクサクになってて、中はねポテトサラダとチーズを巻き込んでるんで、めちゃくちゃしっとりしてる。本当中からね、美味しいポテトサラダとチーズの旨味がじゅわーっとこう口の中に流れ出てくる感じで、おつまみに抜群。お子さんなんかのおやつなんかにもいいと思います。うん、まいうまい。いやこれ本当春巻きの皮がね 2,3 枚余ったっていう時にむちゃくちゃ便利なんで、ぜひやってみてください。うまっ。